それではコデランニフェスティバル2012スタートです。どうぞ。ありがとうございました。以上をもちましてコデランニフェスティバル2012のオープニングセレモニーを終了とさせていただきます。コデランニっていうのは福島弁でですね、答えられないとか最高だっていう意味なんですね。そういう福島を復活させるんだっていう博覧会をという形式でイベントをやっていきたい。実はコデランニフェスティバルっていうことで一日盛り上がりのためにイベントを中心として福島の人たちにゆっくり楽しんでもらおうというイベントを開催することにしました。3.11 の東日本の震災から福島はちょっと風評被害とかいろんなことでイベントをやることによって人を来てもらう、また元気になってもらうということを昨年ずっとやってきたんですけども、これから3年間復興に向けて取り組んでいこうという福島はみんな普通に生活してるんだと、みんなで福島助けようという思いで今後とも全国の方々にご支援いただければと思ってますのでよろしくお願いします。